ない朝倉海と浩二選手の試合になるとしたら気持ちはどんな気持ちですか。いや、盛り上がればいいと思ってます。この大会自体が盛り上がれば何でもいいと思ってますし、まあ、メインを任せてもらえるんだったら、そうですね、任せられた以上はしっかり、盛り上がる試合したいと思ってますし、まあ、僕自身試合順に関してのこだわりって全くないですし、第1試合でもいいし、まあ、2、3試合、4試合どこでもいい、休憩明けでもいいし、本当どこでもいいんで、まあ、僕は本当戦って、盛り上がる試合をするだけなんで、そこに関しては別にいいですけど、まあ、朝倉海選手が試合するっていうんだったら、まあ、申し訳ないけど俺とやれっていうふうに言いたいですけど、まあ、でもこの前社長からもいろいろ発表ありましたけど、まあ、そういう状況じゃないっていう、そういうまだ準備なんかあの怪我とかがあるからっていうのも分かりますし、まあ、でも僕から言わせるとじゃあ試合出んなって話なんですけど、はい、まあ、でも盛り上がればいいと思ってます。はい。